を楽しむ団体です。長野、門前町音楽祭や松代音楽祭などへ出演するほか、児童センター、子どもプラザ、高齢者施設、お茶の間サロンなどで演奏を聴いていただくだけではなく、体験活動にも取り組まれています。ハンドベルはメンバー一人一人が異なった音を担当し、一つの曲を作り上げます。全体が一つに調和したハンドベルの美しい音色をライトアップとともにお楽しみください。皆さんこんばんは。ベルリンガーズ松代です。今日フルメンバーで演奏することができるのでとても嬉しいです。1曲目を普段ですとテーマの代わりにしているみかんの花咲く丘からやるんですけど、この夜のライトアップのイメージから、ちょっと珍しい、私たちにしてみると珍しいアロハオエをまず演奏いたします。